パーンダバの五人兄弟を描いた、ワヤンクリ左から順に、ビーマ、アルジュナ、ユディシュティラ、ナクラ、サハデーバである。ワヤンクリとは、インドネシアのジャワ島やバリ島で行われる、人形を用いた伝統的な影芝居、またそれに使われる操り人形のことである。人形を操る人を、ナランと呼ぶ。芝居は、ヒンドゥー寺院での祭りなどで行われ、 インドの古代女子史、マハーバーラタやラーマーヤナなどが主な演目である。10世紀にはすでに演じられていたことが記録されている。ワヤンは影を、クリワカ川を意味する。2003年にはユネスコの人類の交渉及び無形遺産の傑作の宣言において傑作の宣言を受けており、無形文化遺産に登録されることが事実上確定していたが、 2009年9月の第1回登録で正式に登録された。日本では単にワヤンとも呼ばれているが、ワヤンには他に人間が演じるワヤンオラン人形劇のワヤン御礼などがある。影絵芝居に使う操り人形、ワヤンク栗白いスクリーンを貼り、その裏から石油ランプを当てる。間にワヤンクリの人形を置いて芝居を行う。観客は石油ランプや 人形の反対側から干渉する。スクリーンの裏では、ダランと呼ばれる一人の人形使いが、語りをしたり効果音を出したりしながら、数々の人形をスクリーン間近で操る。時に、スクリーンから遠ざけると、影は大きくなり、少しぼやける。人形は、牛の皮でできており、部分的に、細かく、穴がうがってある。これにより、人や、 動物の形は単に全体が影なのでなく、体の各部分の輪郭も表される。また、右の写真ではわからないが着色してある。この色は当然に観客からは見えない。スクリーンの裏側はあの世であるとされ、あの世では色のついた美しい世界が現世では白黒にしか見えないということを表すと言われている。人形には中心に一本の太い棒がついていて、 下が尖っている。これにより、人形使いが、スクリーンのすぐ手前にある座に突き刺し、人形が出演したままにしておくことができるのである。人形使いの後ろでは、2名以上のガムラン奏者がいて、伴奏をする。このガムランは普通、グンデルという鉄筋である。グンデルの前に座って両手に、先の丸い鉢を持ち、同時に2音を奏する。ありがとうございます。